プロモゴイチン最上です。ですね、今日なんですけどこれですね、まあね、ロンドンで有名な駅と言ったら、キングスクロス、あの9と4分の3番線と、もう一つ、パディントン駅ですね、パディントンベアが、有名ですけど、熊のパディントンの舞台というか、熊のパディントンが拾われた場所ですね、のパディントン駅に今来てて、ちょっとね、パディントンの銅像と、パディントンショップぐらいしか多分そのパディントンの思ってあんまないんですけど、ちょっと巡ってみようと思います。ではなんつってもね、このね、なんか僕は天井がこれ特徴的だなと思いますね。なんとね、なんかね、こっからね、ヒースロー空港とかも通じてたりとか、オックスフォードとかも行けたりとかして、大きい本当に駅なんですが、パディントンといえばあれですよね、パディントン2作映画になってますよね、あれの舞台というかですね。さあ、あそこに見えますかね、この時計ね、時計の下にパディントンがいるとGWR ですね、長距離系の、電車ですね。完全にロンドンから地方に行くときの電車ですね。ここからは電車の音がちょっとうるさいので2022年の西条が喋ります。ってことでですね、ここは一番ホームになるわけですけども、この一番ホームでひときわ目立ってるこの時計ですね、この時計の真下にパディントンの像があるわけです。パディントンはここパディントン駅でブラウン夫妻と出会ってパディントンと名付けられたわけですけども、そのことが原作の一番初めに書かれていて、その文章がこのプレートに記されています。で、この時限定だとは思うんですけども、 NHS、イギリスの医療従事者ですねへの感謝を込めた首飾りが付けられていました。ちなみにこのパディントン像、2021年にパディントン駅の外に移設されてしまったんですけども、元の場所に戻してほしいという声を受けて2022年の8月にこの場所に戻ってきているようです。あ、今おっちゃん座ってるかな。僕の真後ろに今おっちゃんが座ってる椅子があるんですけど、それがパディントンの、パディントンの絵が描かれたパディントンの本庁になった椅子なんでございますが、ちょっとおっちゃん座ってたら長そうなんで、もうショップに行きます。なんかここから、オックスフォード行きとか、見えますかね、オックスフォード行きだよとかそういうのが書いてあるんですが、さあ、まあまあこっちですね。センズベリーね、シンズベリーやってもう M1 レースが閉まってるんですね、ここは。お花屋さんとか入ってますね。さあさあさあ、この、お店の裏ですね。見えてきました、これですね、パディントンショップ。さまざまなですね、パディントングッズが置いてあってですね、2018年が60周年やったんで、その時のぬいぐるみが置いてあったりですね。入ってみましょうかね。中ちょっと BGM が効いてるんで、ここからはアニメパディントンの冒険のテーマと一緒にお送りします。
このトートバッグですね、このショップでしか買えないこのショップ限定のトートバッグです。映画のパディントン2で出てきた飛び出す絵本をモチーフにした絵本ですね。パディントン君がお出迎えしてくれるわけですけど、このパディントン君結構大きいです。これはドイツのシュタイフ社っていうテディベアで有名なぬいぐるみメーカーが作った60周年記念のパディントンベアです。パディントンが1958年に初めて出版されたので、それに合わせて1958体限定です。パディントンのぬいぐるみとかが多いですが、こういうステーショナリーとかも置いてあったりとかします。パディントンのオイスターカード入れ、いわゆるイコカとかスイカ入れみたいなものですね。これもここ限定です。確かパディントンの原作本ですね。あとまあパディントンといえばな、マーマレードジャムとか置いてますね。あとね、 T シャツ類が結構可愛くって、僕はあのイートスリープイートリピートっていうこのあのくっちゃねみたいなやつを持ってます。というわけで、パディントンショップでございます。僕はですね、パディントンはね、なんかね、ここイギリス来た時になんかあの BRP カードっていうのをもらわないといけないんですけど、それの時にね、泊まったホテルがパディントン、駅の近くやって、そのパディントン駅はなんかだから言うたら最初に来た感じのとこで、すごく思い出深い場所ですね。というわけでですね、パディントン駅でございました。ではまあ